はい、フリーライターに使われて過ごせるひまで,です。堀江拓海氏、都知事選出馬報道されるも、小池都知事余裕しゃくしゃく、現職の余裕ということでやっていきたいと思います。はい、ということでですね、えっと、昨日あたりからですかね、えー、堀江さんが出馬するという話がですね、かなりの勢いで流れて、え w、ー、ツイッターのトレンドにも上がっています。はい。なんですけれどもね、まああのー、 堀江もこと堀江孝文さんです、ね、が都知事選に出馬するというところで、まああのー、脅されてるんですねさっ,さっきも言った通り昨日ぐらいからね、まあ、その前から噂みたいな感じなのか、えー、NHK が国民の労働の立花さんが言ってたりとかっていうのはあったんですけども昨日あたりから一気にその報道が過熱してるというかというところ部分があるんですよねで、えー、小池都知事に質問するおっと記者がひらがなになっちゃってますね 記者,はい、記者が現れるというところなんですね。で、これに対して小池百合子都知事はですね、このように言ってるんですね。特にございませんけれども、要はあのどうですかって聞かれて、特にございませんけど、まあ、やかなことという感じという感じ。に対して、えっと、堀江さんはツイッターでこう言ってるんですね。 コロナ危機利用してるから余裕だなっていう話。まあ、あの、これどういうことなのかっていうと、まあ、あの、今、この都知事選を予測する上で言われているのがこれなんですよね。コロナによる緊急事態宣言で散々報道されてパフォーマンスを続ける小池氏は実際にかなり有利だと。一時はね、都内のスクリーンに PR として出てたんですよね、都知事。すごい勢いで。かなりの量の。 PR。まあ PR という話でしたけども、まあ、あの小池さんのことが嫌いな方からすると、大体、あの、選挙のパフォーマンスかっていうふうに陰口を叩かれたりもしていたものではあるんですけれども、散々テレビで報道され、パフォーマンス続けてきたわけですね。で、スクリーンも、散々巨大スクリーンにも出て、外出自粛をアピールして顔を売った。まあ、もともと小池さんっていうのは名前も顔も売れてるので、 どちらかっていうと、顔を売るっていうよりも、都知事は小池百合子なんだと。私が都知事なんだっていう擦り込みを僕はしてるのではないかなっていうふうには思ってるんですけども、小池さんがね。それっていうのももうほぼ完了してると思われると。いや、もう頑張ったもんね、みたいなところですよね。彼女頑張ったじゃん、今回のっていうところっていうのが、まあ、あの、なんだろう、小池さんを 不快に思ってない小池さんが嫌いだっていう人以外にはもうすでにだいぶ出てると。ただね、ただですよ。ステイホーム、いやソーシャルディスタンスなどの横文字や強気の姿勢でのお願いでの反感もあって、一定の批判票っていうのは堀江さんの方に入る可能性があると。しかも堀江さんは今、その、都知事選の戦略的な感じの本、都知事選の戦略じゃないですね、都の本ですかね、政治関係の本が出てるんですよね。えー、っと、 本の名前が出てこないないんだっけちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と本がですね。うーんとどれだ新刊新刊。<laughs> ちょっと待ってくださいね。パートあった東京改造計画っていう、えー、とものでこいつが。えー 東京都への緊急提言37校というコロナ時代の新しい首都の形っていうもの。で、まあ、あの、選挙に出ることを意識したような本になっていると。うん、まあ、一方でね、あのー、逆に宣伝のために選挙に出るんじゃねえかっていう話もあるはあるんですけどね。うん。というところもあるのでどうなのかと。まああのー、 うん。小池さんじゃないや。堀江さんとしてはね、通っても落ちても、あのー、話題になるので、いいところなんでしょうけどね。特に本もあるし。うん。ただなんかの、ツイートのを見てるとね、堀江さん批判する人のほうがちょっと多いかなっていうところではあるんですけども、まあ、あの、今までのね、都知事考えるとね、堀江隆文さんっていう人の、 が、都知事っていうのも、なんか、やってくれそうっていう期待感はあるよねっていう話なんですね。うん、まあ僕、都民じゃないのでね、その、全く責任がない立場での発言になってしまうんですけれども、うん。でもなんかその期待感っていうのはありますよね、堀江さんに、へのね。うん。なんかやってくれるんじゃないかと。何か今のこの、現状中のぶっ壊して変えてくれるんじゃないかと。いう期待感っていうのはすごく、 堀江さんにあるんじゃないかなと。堀江さんに対してそれを求めている人、持っている人っていうのはあると思うので、結構面白い勝負にはなるのかなと。しかも知名度があるので、まさか堀江さんを、その主要候補から外すわけにはいかないんですよね、メディアはね。うん。というところだと思います。で、まあ,あ、のその他ね、出馬されてるか出馬予定されてる方ってのも結構いてですねあの、もうすでにだいぶ出てきてるんですね。 えー、まあ、あのー、出馬され、を、表明されているというか、なんか、言ってる方の中では、まあ、今、地名が一番高いのはこの人かなと。日本第一党、桜井誠さん。まあ、あの、在日特権を許さない市民の会の会長もやっておられて、今もやってないんですけれども、やっておられて、あの、橋本徹、 当時、大阪市長だったのかな、府知事だったのかな、ちょっとどっちだったか忘れちゃいましたけれども、と、あの、報道、テレビにもかなりね、あの、報道されました、あの、いわゆるあの、口喧嘩ですよね。子供の喧嘩なんかも言われてますけれども、うん、あの、ののり合い <laughs>。で、有名なあの、桜井誠さんですね。まあ、彼も前回に引き続きと、出馬して、する予定と。 で、前回が10万票ちょっとだったので、今回はもうちょっと上がってくる可能性も高いのかなっていうところで、まあ、あの、立候補する面々によっては、例えば、今、立候補表明されている方の中で、方の、しか出なくて、かつ、堀江さんが出ないなんていう、まあ、堀江さんは、あの、立候補は表明してないのでね。うん。っていうことになると、桜井誠 VS、小池百合子っていう、 この二人の採決になった場合、結構票が集まるかもしれないというところですね。うん。ま、ああの、桜井さんは小池さん以上に、あの、熱狂的なファンも多いんですけども、熱狂的なあの、アンチの方というかね、不支持というか、お前が嫌いじゃーみたいな人もいっぱいいるので、あの、うん。 当選っていうのはかなり厳しいところではあるのかもしれないですけれども、まあなんだろう、一騎打ちになったらね、あのー、何か起こるかもしれないっていう <laughs>、まあ事実上の一騎打ちか、になったら何か起こる可能性はあるっていうところではあるんですが、まあ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 ね、きっとあの野党統一候補も誰が出てくるでしょうし、うん、っていうところもあるので、まあどうなるかわからんと。で、えー、まあこのね、えー 私のチャンネルでもよく取り上げている NHK から国民を守る党の党首、立花隆さん。まあ、あの、彼に関してはもう、これ以上何か説明することもないとは思うんですけれども、この方は、立花さんは、なんか、堀江さんが出るなら、自分は辞めるみたいなことを言ってみたいですね。うん、さて、ここからはもう、だんだん、あの、誰やねんみたいな人が増えてくるかもしれませんが、ただ、あの、この人はみんな知ってるんじゃないですかね。幸福実現党、七海ひろ子さん。 あの投票してきました、事前投票してきましたって言ったらハグしてくれる人ですね。まあ、今回、それをするかどうかわからないですけれども、うんまあ、この方も前回の、ねえー、都知事選であったり、前々回の参議院議員選挙であったりとかでね、かなり知名度を上げた方なのかなというところですね。はいです。で、えー、っと。 その後がですね、もうあの、この辺からもう誰やねんって、本当に誰やねんってなってくる人も多いとは思うんですけれども、マック・赤坂さんの元秘書で、えー、小宮山博さん、えー、と、鈴木君成さん、小,崎小野寺徹さん、山口節夫さんとも、この最後3人、ね、誰か、 って言われると多分分からない人が多いとは思うんですけれども、まああの、この方なんかはね、ちらちら選挙に出てるので、選挙オッチャー的な方はね、知ってるかもしれないかな、ぐらいな。この人はあの、音楽家らしいです。はい。はい。以上という感じなんですね。まああの、ね、他にもね、あの、なんだろう、出てほしいなぐらいな感じの噂っていうのは結構あるんですけれども、 あとね、ここに載せてもいいかなぐらいのところだと、宇都宮検事さんが出てくるんじゃないかって話は結構出てるかな。うん、ただ、どうなんでしょうね、うん。この状況なので、ね、出てくるかどうかって言われると、ちょっと微妙なところではあるんですけども、まあ、出てくれば、その、 まあ、こ,ここに出てる人が出るというところで、えー、宇都宮さんが出てくるとすると小池さん、堀江さん、宇都宮さんのその三強主要三候補ですねに、えー、桜井さんがどこまで迫れるかっていうところおそらくその3人になってしまうと桜井さんは報道されない,いところですね。堀江さんと小池さんの一騎打ちだったらもしかしたら桜井さんはそこに一人まあまあ 他みたいな感じで出てくる可能性はあるんですけども、要は、あの、なんだろう。そのほか、日本第一党党首、桜井誠氏など、みたいな <laughs>、名前だけ読み上げられるパターン、みたいなところに上がってくるかもしれないですけども、3人になってしまうと、ちょっと桜井さんの名前との出てこないかもしれないな、っていうところですね。うん。ちょっとね、あの、うん。毎回のことなんですけども、 主要何候補ってやめてちゃんとみんな紹介してほしいよねっていうところであるんですよ、ね。まあ時間がないっていうのはあるのかもしれないですけどね。うん。いやもうあのー、ね。この辺とか最初から最後まで誰やねんみたいになりかねないですからね。<laughs> 出てたとしても。<laughs> この辺をしっかり取り上げると、それはそれで YouTube として面白いかもしれないですけどね。うん まあ、この辺りはねあの、報道されなくてもねあの、ネットでね、注目される人たちなので、まあいいんでしょうけれどもね。うん、という感じです。まあ,あの、堀江さんが、ね、出馬すると、可能性があるという報道が結構増えてますけど、どうなのかねっていう。まあ,あの、ね、ツイッターのコメントなんかを見てると、リプとかね、見てると、んリないツイートを見てると、まああの、宣伝のために出るっていう いう話が流されてるだけで本当は出ないんじゃないかとか、まあいろいろ話はあるんですけれども、まあなんかあの、出てきそうな気はしますよねっていうところではあるんですよね。まあ堀江貴文都知事っていうのも面白い。面白い <laughs>。僕的にはなんかね、あの、完全に外野なので、うん、東京都民じゃないのでね、完全に外野なので、まあ、堀江さん、堀江門がね、都知事っていうと、 それはそれで結構ありなんじゃないかなとは思ってしまうんですけれども、もう完全に、あのね、中 <laughs> の人じゃないからね、何とでも言えるっていう部分はあるのかもしれないですけれども、ただなんだろう、さっきも言ったと思いますけれども、期待感というかね、何かやってくれるんじゃないかな、この人ならっていう部分。今までの都知事とは全然違う。何かぶっ壊してくれる。何かちゃんとやってくれる。そういう期待感っていうのをね、堀江さんっていうのは持ってる方だと思うので、その辺ね、えー が、もしも出られるのであれば頑張ってほしいなというふうには思います。はい。まあ、今名前が上がってる中だからとそうですね。堀江さんとか桜井さんかな。立花さんはね、あの、この人も完全にあの、通る気あんまない人なので、<laughs> まあ宣伝で出てきているので、まあ、まあ、宣伝で出てる人はちょっと応援はできないかな。うん。まあ、今回ちょっとどうなるかっていう、まああの、 国民主権党はね、誰か出るかどうかっていうのは全然わからないんですけども、もしかしたら突然ね、えー、選挙当日にポーンと名前が出てくるかもしれないですけどね、ちょっとそれは全然僕も聞いてないのでわかんないですけど、<laughs> うん、まあ、そっちねあの、国民主権党の方が出てくるとね、僕はあの自動的にそっちの応援に入るのでね、<laughs> まあ行くかどうかちょっとわかんないですけど、まあ、少なくとも YouTube とか Twitter ではね、うん、そっちの応援をするので、うん。 まあまあ多分、多分出ないんじゃないかなっていうところではありますけどね。はい。以上です。えー、よろしければですね、チャンネル登録していってください。フリーライターのいつか会って過ごせる日まででした。